こんにちは、助産院ブブバブ助産師の久子です。はい、今日は公開ウェブ相談でございます。生後2ヶ月半の女の子のママさん、風ママさんからのご相談で、赤ちゃんね、抱っこしてたら泣き止むんだけど、置いたら泣く、これ背中スイッチいうやつですよね。もうどうしたらいいんやろうっていうね、あの赤ちゃんずっと抱っこしてるわけにもいかへんし、どうしたらいいんかって、そういうあの2ヶ月半の、 あの赤ちゃんのママさんからのご相談です。では、早速風ママさん呼んでみたいと思います。頑張らんで適当でチャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。はい、ではご紹介します。ふうママさん、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。かわいい若いふうママさん。私たまにこうおっちゃん入ってきちゃうんですよね。若いママ来たら見たらなんかこう綺麗やなってなんか目の保養でじーって見てしまう若いって素敵はい、それは余談なんですけども、はい、では早速ですけども、あのふうママさんのご相談もう一度お話ししてもらってもいいですか。はい、抱っこしてると、泣き止むんですけど、置くとすぐ泣いて、で日中ずっと抱っこしてるんですけど、ずっと抱っこしてる、はい、ずっと抱っこしてるんですけど、なんか起こしてちょっと遊んだりした方がいいのかなって思ってるんですけど、置いたらいいですかねもう一日ずっと抱っこしてずっと寝顔をこう見てる感じですか。あ、そうです。でちょっとなんか寝てる最中に起きるんですけど、そうしたらまたなんか泣いて起きるので、またちょっとあやすとすぐ寝てっていう繰り返しなんですけど、うん、何にもできないね、家のことね。いや、掃除はもう旦那がお休みの時で、うん、料理はもうほんと炒めるだけとか、もう一品終了みたいな感じで。あ、そうですそうです。で帰ってきたらなんか味噌汁とか作るみたいな感じで。うーん、そっかそっかそっか。でも旦那さんがすごい協力的やねんね。あ、そうですそうです。すごい、めちゃくちゃありがたいですね。でもそこはね、夜は赤ちゃん寝てくれます。夜は、ね、寝てくれます、ちゃんと。あ、もうそっかそっかそっか。でもまだまだそこもありがたいですね。そうです、多分いい子な方だといい子な方、うん、まあ、実際やっぱりね、赤ちゃんによってすごい育てやすい赤ちゃんっていうのと、めっちゃ育てにくい子っていうのはやっぱあるんですね。はいはい、うん、で育てやすいわって思ってたら、生後6ヶ月7ヶ月ぐらいで人見知り始まったり、こう場所見知り、新しい場所がダメだとかっていう、そういう発達してきた辺からなんか本領発揮みたいな、あれ育てやすいはずやったのにあれみたいなことも起きてきたりするので、そこもちょっと覚悟しておいてくださいね2ヶ月の赤ちゃんなのでね、赤ちゃんお名前なんて言うんですか。ふうです。あ、それでふうママさんか。そうです。男の子、女の子。女の子です。ふ、どんな字ですか。不要のふに、はい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 、優しいで、うです。いい名前、めっちゃ可愛いですね、ふうちゃん、はい、かわいい。すごいね、なんかみんなよう考えますね、そんなね、うん、めっちゃ可愛いし、女の子ってわかるし、かといって字も読めないかって言ったら読めるもんね。すごいいい名前ですね。2ヶ月のふうちゃんにとって遊びって何かっていうところなんですけどね、多分2ヶ月の赤ちゃんは抱っこしてもらうっていうのが一番の遊びだと思う。ん、うん、なので、あの今のままでいいと思う。あ、そうなんですか。なんか、一応首座る練習という伏せの練習はしてるんですけど、うん、なんか成長のためとかになんかした方がいいのかなってちょっと思ってたんですけど。え、首座る練習って何？どんなことなんですか？え、なんかうつ伏せにしてくださいって言われて、ちょっと上げてきます。あ、今もうなんかちゃんと上げて、お、なんかキョロキョロしてます。お、すごいね。そうかそうか、うん、まあそういうのはあの、ね、ずっと抱っこもね、 なんかそれだけっていうのもあれやから、もしできるんやったらもちろんうつ伏せにしてみたりとか、いろんな遊びも取り入れていいとは思うねんけど、ただその抱っこしてないと泣いちゃうから、抱っこしてるのが一番なんかこう風ママさんの中でストレスにならないっていうことであれば、一日中抱っこしててもいいですよ。
あ、そうなんですか。うん、で首座りの練習っていうことであれば、例えば縦抱きにしてあげる、はい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 、でも十分首は座ってくるよね。あ、はい、縦にこう抱っこして縦にこう揺らしてあげたりとか、あとは抱っこした状態でなんか好きな音楽をかけて、それで体を動かす、こうやって、はい、こういうのも赤ちゃんめっちゃ喜ぶ。あ、そうなんですか。うんうんうん、いわゆる何かを使って遊んであげるっていうことじゃなくて、はい、赤ちゃんにとって一番嬉しいのは何かっていうと、ママが育ててくれているママがなんか毎日気持ちにゆとりがあって楽しそうにしているっていうこの空気を感じて子供は成長していくのね。そうだから何かこう2ヶ月だからこれをしなければならない、これをしなければならないみたいなところにこう行ってしまって、もうやらなければならないみたいな、眉間にしわ寄ってみたいなことやと、結局そのオーラであったりとかその空気感がふーちゃんに伝わってしまうから、これふーちゃんなんか不安になるよね。それを解除してあげる、はい、いう方が先なんですよ。はいはいはい、はい、うん、なのでもう抱っこしてて泣き止む、それで泣かれたらやっぱストレスじゃないですか。抱いてたら何もできひんねんけど重いし、でも泣いてたらとりあえず泣き止んでくれてるっていうのは気持ち落ち着くやん、ママは。はいはい、それが心地いいんやったらそうしとったらいい。うんうん、だからよくなんかネットとかでもこの月齢ごとのこう遊び方みたいなのがね、こんな遊びをしてあげましょうって載ってるやん。はい、うん、まあやってもいいけど、やらへんかったからって言ってじゃあ発達が遅れていくんかったらそんなことはなくって、うーん、どんな育て方してようと筋力はちゃんとついてくるし脳も発達してくるから、うん、ほっとってもちゃんといろんなことするようになるんですよ。はいはい、あ、そうなんですか。こっちがさせてあげようとして何かをしてそれに対してできるようになるんじゃないのね。はいはいはい、子育てって全部そう。まあもうちょっと先の話やけど、例えばおむつを外す時とか、はい、トイレトレーニング、はいはい、うん、パンツに切り替えていく時とかね、はい、あとおっぱいを、今おっぱいですか、ミルク、あ、夜だけミルクも足してる、うん、うんうんうん、で昼間はおっぱいもあげてる、はい、うん、じゃあそのおっぱいをじゃあいつ断乳やめるかっていうこととか、だから1歳の誕生日迎えたらやめなあかんって書いてあったらそうしなあかんのかなって思ったりもするけど、そういうことじゃなくって、はい、パンツになっていく時期もおっぱいをやめていく時期も子供が勝手にそういう風になっていくから、気がついたらなんか終わってました、気がついたらパンツでした、これが子育てやね。あ、うん、だから何かをこう、もうふーママさんがふーちゃんのためにし向けてきて何かをできるようにさせていこうっていうこと自体が発想がおかしい。あの、成長するのを待てばいいって感じ。そういうこと、そういうこと、うん、だから例えばね、その2ヶ月やったらこのうつ伏せにした時にこうやって上げてくるっていうのもね、いくらママがそれをあの上げてほしいって思ってうつ伏せねっていうのを1日に何回も取り入れたとしてもね、赤ちゃんによってはうつ伏せにされた時に顔を上げてこの縦軸のこの世界がお面白いなって思うタイプの子は上げるよ。でも中にはうつ伏せ嫌いなんよねっていう子はうつ伏せにしたら泣くんですよ。おー、もしくは、はいはい、あ、うつ伏せにされたら手が見つかった、手が入った、指チュッチュッチュッ、首上げません、うつ伏せにされたら指でーすっていう子もいる。これをしてって思ったけど違うことを発見しちゃってやってくれない子もいるわけ。はいはいはい、うん、たまたまふーちゃんは上げてくれたけど、そう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 、だからまあやってみて上げるのが楽しそうにしてる、機嫌よくしてるってことはふーちゃんはそれは嫌いじゃないわけやから、それもちろん取り入れてあげたらいい、はいはい、でもそれによって首を座らせようとか、はい、遊ばせなければっていうそういうものではないっていうことね。機嫌よくしてるからやってる、はい、それだけみたいな、そんな感じ。わかりました。うん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 、じゃあ別にそんなになんか無理やり何か取り入れようとかはしなくていい。しなくていい。だからお座りの練習とかね、はい、ハイハイの練習とか、うん、ハイハイの時期もね、ハイハイ新品子にねおもちゃをね、ちょっとこう手を伸ばしたら届かない、もう少し向こうにおもちゃを置いてそこまでハイハイしないと動かないと取りに行けない状態を作ってハイハイを無理やりこうさせようとかっていうのを頑張るママがいるんだけど、まあ、あれもやるだけ無駄よね手伸ばした届かない、はい、いいですなんで行かないのみたいになっちゃって、行かないもん行かないからね。でも本人が、あ、行こうかなって思った時はそんなことしなくても勝手にあれ移動してるってなるしね。したいことをさせればいいみたいな感じです。そう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 、いろいろやってみてふーちゃんが、あ、これ楽しそうやな、これ好きそうやなって思ったものはやってあげたらいいでしょう。
もうでもなんかこれやる意味とかあるんかな、でもやらなあかんって書いてあったからこれやる時間もないし私やりたくないねんけどやらななって言うてやるんやったらやめといた方がいい。あーふーちゃんの好みとあとふーママさんの、はい、何やろキャパ、はい、それをやるゆとりがあるんかどうか、いやそれをやってふーママさんも楽しいんかどうか、やりたくないんかどうか、はい、あふーママさんがやりたくないんやったらそれやらんでええねん別に。あうん、なんでかずっとさっき言ったようにママが楽しいなとか、はい、嬉しいなワクワクするなって思うその気持ちがふーちゃんに伝わるから、それでふーちゃんは成長発達するから、ふーママさんがこれ嫌いやわやりたくないわって思いながらやってるんやったらそれはふーちゃんにとっても楽しいことじゃなくなる。だから自己中に動いたらいいねママは。そういや別になんか結構、YouTube とかでなんか2ヶ月の子の他の子のもうなんかルーティーンとか見たりしてこんな時間ないんやけどだよな思ってたんですけど、別にそんな無理にしなくていい、なくていいし、私はああいうルーティーンを見た時にこの人このママさんメンタルとか大丈夫かなっていつも思う。それを見ることに一生懸命になって多分そのルーティーンを回すためには他が多分いろいろできないことがいっぱいあると思うのね。そこに対してイライラしてたりするんちゃうかなって思う、あのルーティーンを見ると。そうですよね。そうなんですよ。大変っていうかあんな余裕ないないよね。思っていたもん。できんできんそうそう、だからもうあのもう2ヶ月半で首もだいぶ しっかりしてきてるんやったら抱っこひもとかは家の中で使ったりしてます？一応最近買ったんでまだ使ってはないんですけど。デビューしましょうか。あ、わかりました。うん、家の中でも使える。ちょっと話ずれるんですけど、うん、チャイルドシートが嫌いで、はいはいはい、なんで抱っこひももうちょっと締め付けられるし好きじゃないんかなとかちょっと思ったりして、うん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 、泣いたりしたらしない方がいいんですかね、その抱っこ、うん、まあ、嫌がられたら一回やめるけど無理にそれ泣いてんのにね、嫌がってんのにする必要はないと思うけど、あのチャイルドシートとかベビーカー嫌いな子っていうのはやっぱいるんですね。あ、やっぱこうなんか締められて動けない状態でしかもママから離される状態。あ、でも抱っこひもは密着するから、うん、抱っこひもメーカーの社長と喋ったら、この間喋ったんやけど、はい、彼曰くその抱っこひものプロやけど、はい、彼あの5時のパパだけど、はい、彼曰くその抱っこひもで嫌がる子っていうのは基本いい品って言ってた。あ、そうなんだ。なんでじゃあでも嫌がる子実際いるよねって、泣く子いるやんって、それはどういうふうに考えるのって聞いたら、はい、まあ、それで抱っこひもの苦手意識がパパママにある、あ、泣かれたらどうしようって思う、嫌いなんちゃうかって思う、はいはい、そういうパパママがするとあの結構泣く子やっぱいますよねって言ってた、うん、だから子に違いないっていう先入観捨てましょうか。はい、わかりました、うん、で外に出ていく時もやっぱ抱っこひもってすっごい便利やから その前にやっぱ家の中で練習しといたら使いやすいと思うんでね。はいはい、ちなみに私昨日中学校に命の授業に行ってて2時間ぶっ通してマイクで喋っててんけど、はい、その2時間ずっとうちの12番目のねねちゃんは抱っこひもの中にいました。おとなしくというか寝てた、こうやって寝てた、首も全然座ってないけどね、 ぐにゃぐにゃやけどまだ1ヶ月半やからこんなんやけど中でずっと寝てましたね。だから抱っこもして縦にしてお腹とお腹が密着する状態にして、まあ、あの講演会だからこう動くでしょ、はいはい、揺れやわ気持ちで眠うみたいな感じやろね。だから抱っこもしちゃったらそれこそ、はい、抱っこした状態で掃除機もかけれるし、はいはいはい、うん、掃除もできるし買い物も行けるし、はいはい、で料理もちょっと体をちょっとこうやってやらないといけないけどこうやとここにいるからちょっと邪魔でこうやなみたいになんねんけど、はい、ちょっとこう横にしたら料理もまあできるしね、はいはい、抱っこひもの状態でも。でそれに慣れてくるとずっとこう家の中でその家事をしつつ抱っこしつつ常にちょっとこう揺れてるんですよね。はいはい、だからね私昔ねその状態でねあのずっとこういう状態が自分がもう慣れてしまってて、ある日、はい、赤ちゃんを抱っこしてなくてあの郵便局に行ったんですよ。はいはい、ほな窓口でねこうやって揺れてた。あ、私怪しい。え、私赤ちゃん
たらいいのに、もうそれがインプットされてずっと揺れてんねん、一人でこうやってめっちゃ怪しいやん私こんな風になっちゃうぐらい抱っこ紐を家の中でもフル活用すると、はい、抱っこ癖のついてる抱っこ大好きな赤ちゃんは、うん、その赤ちゃんを見ながらでもいろんなことができちゃう。でもそういうのってなかなかこうね、あの育児のマニュアルとか本とかにも雑誌とかにも載ってないし、はい、これやりながらこれもやるみたいな、抱っこしてたら泣き止むし、それでいいねんけど、はい、でもどうしても何かしないといけない時ってふーちゃんも抱っこできない時だってもちろんあるわけで、はいはい、その時はもう置いてごめん泣いててっていうのもできるようにならないのよ、はいはい、もうなんかもう息止まるんちゃう、血管切れるんちゃうかっていうぐらい泣いてアピールしてくるけどね。はい、します、うん、死にゃせんからもうこれ生きるか死ぬかよ死なへん、はい、ごめん泣いといてっていうのもできるようになっていってほしい。これ第2子第3子のお母さんは結構できるのね。え、結構あの泣き方だんだんあのヒートアップしてくるんですけど、うんうん、それって別にいいんですか。いいっていうかほっといて、なんかもうトイレしてる時もちょっと不安不安で、うん、もうゆっくりできないというか、寝るのも出へんわねそうお風呂入ってる時とかね、あ、そうなんですよ、ゆっくり入れないですよね。そうなんですよ、よかった。あれはね、赤ちゃん側の戦略なんですよね。そんだけヒートアップしてド派手に泣きながらチラ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 ママの方見てるもんね、あれね、見てるか私こんなに泣いてるけど見てるみたいなアピールしてくる。でこんだけやったらあの人絶対私の方に来るの分かってて、いやいやほら来たママなんかちょろいわって感じだと思う思うがママ。あ、もちろんね、あの相手してあげれるときはしたらいいのよ、はいはい、泣いてる子をこうやってこうやって見とく必要ないじゃないですか、はい、抱っこしてあげたらいいやんね、はい、だけどごめん今はちょっと難しいねんっていうときはもう泣かしておいて、もうふーちゃんは必死になっていつになったら相手してくれんねんって言ってママを試してくるけど、はい、賢いから試し行動をしてくるけど、うわこんだけ泣いてもあかんねんや、じゃあやめようってなるしね。え、本当ですか。うん、でもそれは1時間2時間ぐらい泣いたりする。ああ、なるほど。うん、でもそこまでほっといたらそこでいきなりスンって機嫌が良くなったりっていうこともあるのね。うん、そうだからその放置したことで、その放置しちゃったことでふーちゃんがなんかトラウマになって、ママに対して私ママのこと嫌いになっちゃわないかなとか、あ、心病んでしまわへんかなとかっていうのをすごい心配するママも多いんだけど、はい、そんなことはないわないない、置いとくときは置いとく、ごめん抱っこできないっていうときもある、はい、いるときはいっぱい抱っこしてあげる、そんかり家事何にもできない、はい、その1日の間にいろんなこうメリハリがあればそれでいいと思うので、はい、ずっと放置じゃなければいいからね、はい、あ、はい、わかりました、うん、っていうようなことで言ってみてください。はい、わかりました、うん、まずもう抱っこ紐はもう出そうか。はい、わかりました。箱にそう、でもめっちゃ軽いですよ抱っこ紐でやったら。あ、本当ですか。全然、あ、これやったら何時間でもいけるわっていうぐらい、え、こんな軽かったっけっていうぐらい軽く感じる。じゃあ活用します。ちなみにメーカーどこの、なんていう抱っこ紐ですか。っていう、なんかちょっと安いやつ買ったんです安いけど前向きもあのおんぶも全部できますみたいなやつ。あ、そっか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 。まあいい、それでもあの赤ちゃんが嫌がらなければそれで OK だし、あの首座ってなくて使えるやつかな。あ、使えるやつ、使えるって書いてある。あ、書いてあります。あ、ならいい、あの、うん、大いに活用しましょう。あの別に抱っこ紐って高ければいいってことじゃないからね、安くても赤ちゃんが嫌がらなければいいし。でまあチャイルドシートとかもあの泣かれるからついついこう、ね、出しちゃったりとかするんですけどね、ちっちゃいうちにそれ癖づけるとね、1歳、はい、2歳になった時にほんまにチャイルドシート必要な1歳児の時に、はい、もう泣けば抱っこしてくれるって言って車に乗ったらもうずっと もっと大音量で、はい、もう泣き続けるっていうすんげえややこしい子になるんですよ、はいはいはい、なのでこのちっちゃい月齢のうちから車イコールない時っていうのをちょっとかわいそうなようやけど頑張って癖づけちゃいましょうね。はいはい、わかりました。あとはどこかな、そんな感じで大丈夫。ちょっと一個全然違うこと聞いてもいいですか。あ、はい、どうぞ。あのへそごまなんかちょっとなんかたまってきたっていうかちょっとついてるんですけど、うんうん、これってなんか処理してもいいのか、うん、繊細なところというか、うん、やしほっといた方がいいのか、うん、
どうした方がいいのかなと。保持。うん。私言われんかった、あのおばあちゃんとかに、おへそ触ったらお腹痛くなるからやめときみたいに言われんかった。あ、ました。あれほんまにその通りでね。はいはい。おへそっていうのは胎児の時期に、はい、あのおへその先にはどこがつながってるかっていうと、栄養分をへそのを通して赤ちゃんのおへそから行って肝臓とか小腸につながってるのね。ダイレクトに栄養を吸収できる場所につながってたわけ、はい、だからおへそっていうのは触ると肝臓であるとか腸を刺激することになる、はい、ってことはその刺激によって便秘になっちゃったりとか、お腹が刺激されてお腹が痛くなるっていうのはあながち嘘じゃない。なんか気になんねんけどね、汚れがね。そうなんですよ、うん、でもなんか赤く腫れたりとか炎症を来たりっていうことがなければ基本放置。じゃあ溜まってってももう放置。うん、ちょこっとは溜まんねんけど、それ以上に溜まることっていうのはないし、勝手に汚れは取れていく、はい、でも常にちょっと汚れてるみたいな、うん、この状態で OK なんで、変に触る必要ない。うん、お風呂で普通に洗って終わりっていう、そんな感じ。ペースだけこうやって洗う必要はだからないですね。はい、うん、じゃあそういうことで、あの抱っこもいっぱいしてあげたらいいし、でも無理な時は置いてもいいし、で抱っこをすることで、あ、違う違う、なんか遊んであげることで、月齢通りの遊びをしてあげることで、いろんなところにそうやって書いてあるけど、それで子どもの成長発達が促されるということはないっちゅうことね。はい、わかりました。ふーママさんが楽しいと思えること、ふーちゃんが喜んでいること、その2人が楽しいと思えることをたくさんやればいいから、いろんなネットとかに書いてある月齢、この月齢はこの遊びとか書いてあることと全然違うことをうちやってるけど大丈夫なん、大丈夫なんですよ。正解はないと思ってね。はい、わかりました。はい、じゃあ、まだ2ヶ月半でね、まだまだ大変やと思うけど、あの旦那さんと一緒に協力をしながら子育てしっかり楽しんでやってくださいね。はい、はい、頑張ろうと思わずにね。はい、楽しんでね。はい、わかりました。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで2ヶ月半のふーママさんからのご相談でした。赤ちゃんは何かその月齢通りの遊びをすることで成長発達が促されるわけではない。大事なのはママ、パパが笑顔で楽しいやんこれって思えることで、赤ちゃんが楽しそうであること、その2人の感情が一致するその遊びだけをやっていれば、遊び、抱っこも遊びのうちねっていうのをやればいいよというお話でした。はい、12人目産んじゃいました助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。ありがとうございます。ありがとうございました。この人も今あれですよ、もうずっと抱っこしてたらずっと寝てる。はい、パパありがとう。いや、ふーちゃん髪の毛やっば。めっちゃ毛量。髪の毛やっば。すごいな。すごいな。ふさふさや。ふーちゃん。うわ、ふさふさ。羨ましいな。すごいな。え、これほんで、あのファミリー全員同じ顔してる。コメントも似てない。似てる。パパもなんかジャニーズ系で男前やな。男前っていうか3人同じ顔やねん。ほんまに一緒やな。カルブって似てくるって言いますもんね。はい、ふーちゃんいいな、いっぱい抱っこしてもらって。眉毛もおもろいな。あ、そう、つながって目がくるくる、目めっちゃ大きいな。くりくり。くりくり、かわいい。かわいい。ああ。なんか幸せそうなファミリーやな。ほんまや、ほんまや。パパよろしくお願いします。ママのことをうちのふーママをよろしくお願いします。で、いろんなパパに言ってんねんけどな。うちの子をよろしくお願いしますって言ってんねんけど、もうほんまにパパ。はいはいはい、ママが求めてるのって、子育てふーちゃんのことの協力とか家事の協力っていうのはもちろんすごい助かんねんけど、それ以上にママが求めてるのって、私の細かいどうでもいい話をしっかり聞いてっていうことやねんな。ね、はいはい、聞いてほしいよね。いろいろね、ふーママね、はい、うん、はい、そうで、どうしても男の人って、ママが女性が言ってる話ってもうしょうもない、どうでもいいことこちゃ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 言ってくるから、もうめんどくせってなんねんけど、
でも女性ってその聞いてもらえることですごいリラックスできて、明日また頑張ろうとか、聞いてくれたその旦那さんのためやからやってあげようという気持ちになるから、もうめんどくさいと思う、仕事も大変やろうし、めんどくさいねんけど、あそうかそうか、うんうん、今日そんなことだったんや、そっかって言って解決論出さんと、ただ聞いてあげて共感してあげてね。ああ、わかりました。それが一番妻としては嬉しい。ああ、その上で子育て手伝ってくれて、家事も手伝ってくれたらなおええパパや。男は解決したいんや。いらんねん解決とか。男は解決したいんや。もう話聞くだけでええねん。もう男は解決してあげることが風ママを思ってること。それちゃうねん。僕は60歳で経験してね、ようやくわかった。やっとわかったな。男はママに、ママがなんか困っとったらスイッチ入んねん、解決したろ。そうやね、それが優しさやと思う。いらんねんその優しさ。言っちゃうねん。それじゃないねん。いらんねん。ほんであの言ってくれんのいいねんけど、全部外してくるやんか。うん、そうそう。だからだから2回ずつ、そっかそっかそっか。うん。今3回言ってる。うん、そっかそっか、これだけでいいのよ。ああ、男そうそう、男からしたら楽や。でもちゃんと聞かなあかんで、ね、その上辺で、はあはあはあ、そうかそうか。まあ、とりあえず上辺でもええわ。そうなずくだけでも嬉しいんや。そう、そうや、そうそう、ちゃんと話聞いたってね。そうそう、うん、それだけでいいです。はい、はい、わかりました。はい、はい、約束です。約束。約束。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ハンコみたい、みんな同じ顔。同じ顔。1,2,3 ほんまや、ほんま。実印、何何、認め印、銀行員、認め印。認め幸せそうでいいこっちゃ。はい、あ、すみません、ね、はい、YouTube いつもありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。いきなり、いきなり告白されたけど。告白され、何言われるの。え、何、私のことが好きって。本当に助かってるんです。本当、なんかもう結構あの産後うつなったんですけど。あ、そうなんや。あの YouTube とか見て、あ、そんな頑張らんくていいやみたいな思ったんで。そうそう、まだ頑張りすぎやで。そう、力抜いていく男は抜いていこう。だからいろんなネットとかいろんな情報見んのいいけど、はい、本当にあの一つのやり方の一つの方法が紹介されてるだけやと思って、はい、あれに当てはまる人なんてこんだけしかいい。あとこんだけの人は全然違うやり方をやってる、はい、でも家族がみんなそれでハッピーで、みんなが笑顔であって、ふーちゃんがすくすく育っていれば、そのやり方がこのふーママ一家の正解なのね。みんなと一緒である必要なんか一切ないねん。はい、うん、私だって抱っこ紐の中で授乳しながら買い物行くよ。僕の行く時に買い物行く時は外で抱っこ紐の中で授乳をしましょうって書いてある。そんな見たことないやん。でもそういう方法を編み出したら、おっ、これみんなやってない方法やけど私発見したしみたいな、これが育児の醍醐味なのよ。そんなんをどんどん発見していったらいい。はい、分かります。でみんなにそれ話して、って言って惹かれたらいいねん。そんなんやんのみたいな。なんかトラブルあったらいつでも久子が聞くよ。あの心いっぱいいっぱいになったらね、うん、あのパパも聞いてくれるとは思うけどね、まあ言うても男性なんでね、あのしょうもないことをあのどん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 ね、あの聞いてるつもりでね、この人に話すんじゃなかったっていうこといっぱいあるんでね。あ、あのこのパパの悪口私が全部受けて立つからね。それでもやってきて。はい、パパもいっぱいいっぱいになったらいつでもマークが聞くからね。僕は聞いてあげるよ。お金の儲かり方は僕に任せてよ。仕事でうまくいくためにどうしたらいいでしょうかっていう相談あるよ。ああ、そうだ。うんうんうん。あのパパの場合は基本無料で僕やってるから。なんかあの相談したいこと、うん、別にあの家族のこととかそんなんじゃなくても、うん、自分の人生の生き方とか、うん、そんなんとかもみんな相談しに来てるよ。なんかあったらいつでも。基本あの大学の講師もしてるからね。うん、ああ、うん、流しなさい。女のことはこっち。男のことはこっち。女のことは苦手、無理。いやいや冗談です、そういう意味じゃ、そういう意味。何言ったい。そういう。後でゆっくり話しよう。あ、怖い。もう疲れる。後でちょっと話しよう。ほんなまたね。はい、ありがとうございました。はい。
ありがとう。ふーちゃん、またね。またね、かわいい。手短い。ありがとう。